5次元の扉を開いて夢を叶えるナビゲータータの西山陽子です先日のアンケートで皆さんに最も解決したい問題はということで、えー、ちょっとね聞いた結果あの、まあ、お金経済的自由人間関係あの健康美容、まあ、その他ということで、えー、どれが一番ね解決したい問題ですかということを、えー、回答いただきましたところ お金、経済的自由を得たいというものが最も多かったので今回は、えー、富と豊かさの構築編とでも言いましょうかねそれについて、えー、音声で届けたいと思います、えー、富と豊かさ、えー、これは人によってね基準値は違うと思いますがまあ、ある程度ですね、あの何か欲しいものがあれば多少高いものでも躊躇なく買うことができたりまあ、行きたいところがあれば まあ、すぐに、ね、決心していくことができたり、まあ、お金がなくてはいけないとかねそういうことではなくて「あ行こう」っていうふうにあのすぐに動けたり、まあ、食べたいものがあればねちょっと多少高くても食べちゃおうみたいな感じでねあ,のあんまりこうお金にブロックがないというか、まあ、自由に、ね、使える、まあ、お金があったらね非常に、えー、自由度も高まるんじゃないかなということですね。であのいくくら、ね、お金がたくさんあった だとしてもそれを使う時間がない。これはねあまり面白くないですよね。でもね、実際ね。こういう方って意外と多いんですよね。あのあのいっぱいお金を稼げている人ですけれども、あの使う時間がない。これね。あのちょっとね。悲惨かなというそういう人もいます。やっぱりね。あの富という高さっていうのは幸せな富。 幸せな豊かさあのただねお金がたくさんあればいいとかではなくって使うべき時間もちゃんとね確保できている経済的な自由人というかねそれが理想じゃないかなと思います。で私的にはお金と時間がある程度自由になるそんな状態がいいのかなと勝手に思ってます。ね、2020年までにはここうううなるという、ね、いろいろといねあの メディアではねあの言われてますが最先端テクノロジーが駆使されてあの導入されてですね AI 知能ナノテクノロジーとかね自動運転とかオートメーション化とかいろいろなそういったものが導入されてあのもうね亡くなる職業ベスト40とかね言われていますよねで私のお仕事どうなるのってね危機感を持っている人も多いかもなんですね。 で不安を煽るような書評もとっても多いですがですがねあえて私は今は時代の大転換期とも言えると思うんです。まさにあの江戸時代からですねあの明治維新あの明治の時代へと大変革していっ あの時のような大転換期が実は今あの訪れている、まあ、言い換えればね一つの大きなチャンスの到来でもあるということなんですね要は何でもありの時代が来たという感じですこれからは本物が残る時代本物しか残らないとも言われていますいろいろとお金を稼ぐ方法ノウハウなどは山ほどあると思いますがですがね大 前提として言っておきたいことは富と豊かさを築く上で一番大切なことっていうのは方法とかノウハウではなくって実はあり方だと思います心の状態あり方が外側に外側の現象に出ているということをしっかりと肝に銘じてほしいです、えー、ノウハウコレクターになってしまうっていうね、えー、傾向が ありますあの方法ばっかりをね結構ね知りたがる人って結構多いと思うんですよで,もですが前提を間違っていてはあのー、これはいけないですすでにもうここにあるということを知ってほしいんですもしかしたらあなたは今ないという心の在り方だとしたらばないから得ようと、あのー、焦ったりね 必死になって、あの、力んでしまうかもしれないですが、あるという前提の心の在り方、えー、これがとっても大事。ないものを追い求め続けるのはもうやめにしましょう。すでにあなたは豊かであることをけあの先にねあの、認めちゃいましょう。再三、再四まあ私も言い続けてきたことですが、 あのないものにねフォーカスしているうちは永遠にないです。欠乏しかたどり着かないです。まず今ここであるものにフォーカスする豊かさを感じる練習をしていてほしいんですね。豊かさを感じる今ここにあるものにですね、えー、内側の心の在り方が豊か,豊かであるということなんですがあの えー、まあね自分のね機嫌ぐらい自分で取ろうよあの気分が良い状態でいたらいいよ心地よい状態にしとこうよ自分を大切に扱おうよまあ、いつもね私冒頭であなた自身をあの大切にしてますかあなた自身を愛してますかってねあの問いかけてますけれども自分にもねいつも自分に優しいですか 大切にしてますか、愛してますかって愛してるかなってね、あの自分にね聞いてみてほしいんですよ。自分を粗末に扱うということはね、それだけ自分のあのー、まあ、心の貧しさというかね、上機嫌で入れなくなってしまう、機嫌が悪くなってしまう、心が貧しくなってしまう元になってしまいますので、そのね、えー、あるある前提の心の思い癖、これをね意識してあのー、感じていく。 ということが、あのこれイコール波動ですよね。イコールエネルギーですよね。この,あの波動に反応してですね、えー、伝承とかね、お金とか、まあ、豊かさとか、そういうものが引き寄せられてくるというね、そういう根本の,あの原理原則、宇宙の原理原則っていうのをもっともっとね、腑に落としてほしいんですね。体感してほしいんですよ。だからこれねあの 思い癖とかね口癖っていうのにすごくねあの注目してほしいです。自分がいつもねああの気がついたらね心の中であお金なくなるとかねお金が足りないとかねあの使う時にあのあなんかお金が出ていってしまうなっていう欠乏感をね非常に感じてしまうその感情を感じてしまうこと自体がもうねあの欠乏感ですよね。そうするとあのもうねそれを宇宙にすぐにオーダーされてしまうのでね。 あのとってもねあのちょ直で行っちゃうので何のブレーキもなく行っちゃうのでねあの、ま、もう本当にこれね分かっててもね頭では分かってるんだけどねなかなかねできないよっていう人もね結構いるかもしれないんですがとにかくね内側が先あのそれがあのその内側の状態が外側に現象として現れるこれですね基本原則。はい 内側の心のの心り方の波動を整えるということですそうすると勝手に外側が整っていくシンクロが始まりますジグソーパズルのピースがピタピタッと合わさって完成していくようなそんな痛快さですあととてもね大切な要素をもしあなたがこうなったらいいなという未来を選んでそちらにフォーカスをし続けながらあの本気ですよそれにね見合った行動をする そういういことなんですよね本気ならねできるはずなんですよあの。こうなったらいいなっていうね未来ね輝かしい未来があってもあの全然違う方法にねフォーカスし,し続けているとしたらばそれはね叶うことがないですよね。で本気であのそちらに、えー、フォーカスしてそしてあの現実化まで持っていきたいそしたら、ね、それに見合った行動をするはずです。 行動できないって言う人がいますそれはねあのあのダメだったらどうしようとかねあのそういった時点で未来の、ね、絶対こうなるを信じてないから動けなくなるんですよ未来のもう絶対にこうなるよねを信じてないからということなんですよね どうなるかわからないっていうねそういう不安感が先に来てるわけなんですよね初めからね全てがうまくいかなくたってそんなのはどうでもいいっていうことですとにかくそんなに小さくてもいいからできることを動いてみる、えー、行動しなければ絵に描いたお餅と一緒です今ここに意識をフォーカスして淡々とこなしていけばいいんです淡々とですそんなにねあの現象に一喜一憂しているとあの えー、なんかもあの申し訳ないんですけどもあの一喜一憂してるっていうのは外側の現象に振り回されてる。 いいるととうことなんでしっかりともうこうなっているんだよっていうねこうなるんだあのということをしっかりそっちを見ていればあのプロセスはねどうあってもいいんですよプロセスでいろいろねドツボにはまることもあるかもしれませんだけどもそれも楽しむことができるんですよだってどうせできるんだから最後にはハッピーエンドになるんだから最後にはこうして私は豊かになるんだから大,大成功するんだからまずこれが先に来ないとあのなかなか 叶うことががでできないいマインド力が弱いですで大きすぎるできそうもないことをしなくてもいいんですよ。できそうなこと、ほんのちょっとね、ほんのちょっとあの思い切れば、えー、できそうなことを行動に移す、思いつきを、ね、すぐに行動に移す、癖づけあの、私はですね本当そういう感じです。思思いいつきを思いつくんですよ 思いつきっていうのはあの、これはね、私は神様からの贈り物だと思っています。神様が落としてくれたチャンスにつながる種だと思うんですよ。それをしっかりとあのつかむ、たわいのないことなんですよ。だけど、そのたわいのないことをしっかりと掴んで、ちっちゃくてもいいからあの、ちょっとしたね、行動をしていく、そういう癖づけ。 をしていくとですね、おのおずと道は開けていく。そんな軽い感覚なんです。あの、必死にとかね、一生懸命とか、あの、やるとね、絶対に息切れしてしまいます。途中で嫌になります。投げ出したくなります。そうならないように、うちっちゃな行動でいいんですよ。思いつきでいいんですよ。ただ、 あのとりあえずやってみよう、そういう感覚あの、えー、癖付けですよね。これもね習慣です。習慣をつけていくと無意識レベルに落とし込めます。無意識でできることって努力とかいらないと思うんですよ。例えば毎日あなたが歯を磨いたりねお洋服着たり、あの勝手にねこうあの考えなくてもね努力しなくてもできていること。 っていうのは無意識に落とし込めているので、もうそれが当たり前になっているということなんですね。その当たり前の幅をどんどん増やしていくっていうことを意識してやってみてください。はい、まずね、えっ、ー、と今日は、えー、ちょっと長くなりましたのでここら辺で終わりたいと思います。あの、えー、聞いていただいてありがとうございました。